最初見た時にすごく男前らしい迫力のある馬だなと思いました。全体的に骨量も筋肉量も十分あって、バランスも良くて、それで動きも柔らかいんで、本当いい馬だなと思いました。エピファの子は何ていうかね、本当力強い格好が出ますから、それとあと気持ちが前向きっていうのかなっていうところで、いいんじゃないかなと思います。馬の成長に合わせて、それでなおかつ馬にやる気を持ってもらって、レースで頑張るっていうふうにしていきたいと思います。競馬っていう枠組みの中で行くんでね、人の言うことをちゃんと我慢して聞いて、それでなおかつ競馬で前に出るっていう全身犠牲が出るような風になってほしいと思ってます。セルフとセールでね、やはり出てくるだけでも血統的にも馬体的にもいいんですし、かなり高額になってるんで、その期待に沿うように、頑張っていきたいと思います。